いいつもごご視聴ありがとうございます世界にはボーリングというローマ字でアルファベットでボーリングと書かない国が様々あります今日はそのボーリングとローマ字アルファベットで英語で書かない国をいくつか発音と読み,読みをご紹介したいと思いますまず1番目タイですボーリンですでこれでボーリング という意味です。で、続いて、ロシア行ってみましょう。ロシア。ロシア。ロシアは意外とえ日本で皆さんが間違って発音しているボーリングに一番近かったです。発音はボー、発音はボーリングです。一番皆さんが間違っているボーリングに 一番最も近いのがロシアです。ロシアはこのように、ロシア語でボーリングという発音をします。で続いて、韓国行ってみましょう。韓国です。韓国のボーリングというのは、ハングルでこのように書きます。発音はプーリングです。ボーリングがプーリングになります。続いて、 最後です。中国です。中国はまあ漢字になります。最後、玉というのはまあボーリング、玉で投げますのでだまあ玉っていうところは納得がまあいくとは思うんですが発音はちなみにバオリンチューです「バオリンチュウ」です。これでボーリングという意味になります。一番、 最も皆さんが間違うボーリングに一番近いのがロシアです。ボーリングという発音です。ロシアはボーリングです。ですので、ロシアでもしかしたらボーリングと言ったら間違いのボーリングが通じるかもしれません。それで10本たったボーリングという意味にロシアはなるそうです。 意外とタイが難しかったですね。タイ,がタイはボーリンです。何か暗号のような文字で全く読めはしないんですがまあ中には今見てくださっている方の中にはタイ語を勉強している方や、まあ、タイ台湾県の方などが見ていたらまあ分かる方いらっしゃるかもわからないですが「ボーリン」。 という発音をするといった感じになっているみたいです。意外と中国面白かったですねあ。もう一度見てみましょう。韓国が面白かったですね。プーリング。え韓国のお隣の、えー、韓国ですが、ほとんどまあ日本と同じ発音をするもの、高速道路が高速道路と発音したり、まあ、ほとんど英語のものは、 英語で発音する韓国ですが、韓国は意外とボーリングはプーリングという発音になって意外と面白かったです。中国もボーリングという字を表したら日本の投球という文字、二文字にならず、保冷球というような漢字を書いて、バオリンチュという発音をします。少し日本と同じ 漢字を使いますが、等級にはならないというところも少し面白かったところだと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回も投稿いたしますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみにください。